そそる。ちょっとたまにはわしものんびのびきゃんのびきゃん。俺ガチャ一回だけやるわ。うわ、ぜひ。なんだこれ、秘密の写真だ。恐竜ジャングルだ。まだ俺ボスと戦いたいのに。だんまり15匹。おお、17分の15だよ。1クラスぐらいじゃん。そんないないだろ。そんないないだろ。そんないない。伸びたと。あ、伸びたと恐竜だ。なんで伸びたと恐竜にくっつけちゃうんだよ。ステゴサウルス。やばいぞこいつら。恐竜ばっかじゃん。ジャケットが残り1つっていうのかな。多分ゼロが死ぬ前提なんだ。ゼロがあるから大丈夫。お、果てるね。上にいるね、早速。ダメだよ、ダメだよ。食われちゃう、食われちゃう。大丈夫、ステゴサウルスは肉食だから。肉食なら草食だから。草食な。なん。こんなとこで、そんなビーム撃つ。こんな原始的な世界で、そう。銃を撃つんだ、お前は。なに、ステゴサウルス、びくともしねえじゃねえか。やっぱサウルスだからな。ステゴサウルスか分かんないけど、あれ鼻なんだよ。そうなんだ。どうしてもこっから登りたい。いえ、あれが目、あれ鼻だよ。え、鼻だよ。あと14匹。多いわ。お、尻尾がいるね。間違えた。いいねえ、カルモン。カモン。あと13。多いよ。大きいね、先っぽまで。お、この子はずっとこの立ち位置なんだろうね。ずっと首を動かしちゃいけない。はい、いけ。タイミングをそのまままっすぐ。よし。お、いいぞ。わあ、もう危ね。まるで作り物だな。いける。ゴリラが投げてるのかな。そうだね、恐竜じゃないの。恐竜だって違うじゃん。お、プテラノドンが働かされてる。奴隷みたいな。働かされてる。そうなんだよ。縁でやっちゃうとそうなっちゃうんだよ。そういうとこやで。落ちながら飛んじゃうと怖い怖い。そういうとこやど。あー、やばいやばい。頑張って。お、来た。いいやる必要ある。ジャンプで行った方が。ジャンプで行けるね。俺かなりさ苦手なのにさ、でも苦手克服したいから。あ、戻ってる。そう、ぐるぐる回ってんだよねこれ。ああ、じゃあやっぱりだからか。あ、チャンスチャンス。いいよー。いいね、ジャンプでいいんだ。なんかこの時代に似つかわしくないものが奥に、ね、基本恐竜働かされてんだもん。そこはスペクターがやったっていう体なんじゃない。ああ、なるほどね。奴隷恐竜にしてるわけか。奴隷竜、奴竜に、奴竜アンドリュー。アンドリュー。お、これ見ようがしな。レバーがスイッチをスルーしていくというのか。とりあえずね、安全を確保して。あ、いるね。わかりやすくいるね。ナスがやべえんだよ。ナスがママなら飛ばしてくるからね。おお、ミサイルサルだ。ミサイル、ミサル。お、緑サルは、ね、いいね。よーし、あと11。いいね、無敵だったね。サモンラの、なんだろうこれは。なるほどね。これなんだ、これスイッチ。戻す意味あるのかこれ。なんで戻すの。これ奥行ける？壊せる？左奥。壊せないね。あのスト2のボーナスステージみたいになる。洞窟とかないよね。なさそうだけど、ね、この階段気になるけど。この階段はね、そういう階段だわ。あ、ないね。じゃあ帰るか。何？アンテナか。アンテナショップだな。こういうのうちの屋根についてるよね。ぐるぐる回せや。上に乗っちゃったよ。こいつって。あそこまたあるよ。なるほどね。ダンサーインザダークが。本当だな。それ俺任せて。倒れるから気をつけて。
で今のうちジャンプしといちゃってちょっとロスしたか。あーもうダメ、2段ジャンプ、2段ジャンプ、2段ジャンプじゃないと間に合わないよ。2段ジャンプ、早めに2段ジャンプして進んどいて、いいよいいよ、助かるよ、助かるよ。で最後は飛びトンボなんですよ。ああ、でもいけそうだねこれで。プライム先生、お、あ、いけ、なんかやばい、こいつもロケットっぽいぞ。ロケットパンチ、モンディ、モンディモーンズよくわかんないです。さながらインディージョーンズだな。ジョーンズこれさ、どうやってさ、押せない、これの、いや、ジャンプして乗って左に飛び移るだけだ。そういうこと、押せないのかこれ、うん、センス×か。ういやっぱこれ、あれか、俺が苦手なやつを使わなきゃいけない。台無しだよ。3分間ぐらい、1分間台無しで。お、プテラノドンに捕まってて。あー、なるほどね、これはあれだ、打ち落とすやつ。あれを、そうだね、パチンガーでとりあえず助けて。得意、大得意なパチンガー。俺苦手なんだよ、パチンガーがよ。パチンガーは本当に苦手だよな、嘘じゃなくて。いいね、得意じゃない。いや、たまたま来てくれたから。どこに落ちたんだろうね。あの、見回してみたら落ちた。あ、普通にいるね。降りられるんだ。普通にこう、降りられるんじゃない。よし、いけー、いいねー。あと9、ヒロシ10匹、ハテナ、ハテナじゃない、なんだヒロシ、ハテナ、あと10匹、あと10匹もいんの。じゃあこうレーダーを使うか。このレーダー使うの進む方向決まってるでしょ。進む方向決まってるじゃん、今の段階で。え、来ました。まだ行ってないとこあった。こっちだけで。あ、こっちか、お前か、やばい、なんか飛ばしてくるぞ、痛そう。ほら、ジャンプ、ジャンプ意味ない。絶対倒したい。違うんだな。いいよ、ほっといて、ほっとこう、損するから。これ難しい。でもこのこれね、ちょっと難しいよ。飛びトンボうまく使わないと、難しいもんこれ。あの、バランスじゃねえよ、タイミングがあれなのな。タイミングはね、耐えろ。おお、パフォーマーかよ。何何評価。嘘だろ、台無しでしょ、台無しかリカバリーできねえ。ちょっとできて、ちょっとうまい感出してたのにさ、もう無理だよ。もう無理だよ。結構続くな、リカバリー効かねえのかよ。全然落ちないじゃん。なるほどね、あ、分かった分かった。強くない、何分かったって。流れがあんのやっぱ。あ、分かった、同じ流れでやってるよ基本的には。ういー、いいよいいよ、ここで。おえーい。あー、面白い、帰っちゃった。あー、面白い、面白い、帰ってきた、帰ってきた。あー、こいつか、こういう結果。ピラニーヤがいる、ピラニーヤ。あ、やばいやばい、ピラニーヤが、ピラニーヤンが、ピラピラニーヤンが、ピラニーヤ。あー、サスケ、サスケだな、これ。あいつもサスケだよ、きっと。あー、ピラニーヤン、遠いな。あー、あ、入れるんだ。でも普通に上がれるからいいね、まだね。分かった、これね、ここにいちゃえば、これね、これね、パチンカーでさ、ひるませる必要があると思うんですよ。分かる？数打ち当たるんじゃない、これ。当たるけどさ、あんま意味ないんだよ。威力が弱いんだ、彼。あんまね、意味ないんだよ、それ。そこ、どういったら多分その低いところ来るよ。じゃあ、それを、あえて、釣る。いけ、網出しとき。あ、そうだな。やばい、あああぶねえ。もうどこにいるかどころじゃないじゃん。もういいよ、彼は、彼は。もう卒業。お、気をつけて。お、これ、サスケみたいな。サスケだな、これ。走れ、走れ、走れ。ああ。サスケにはピラニーヤいないからね。でもあれで17匹中の15匹で、あの1匹結構貴重だけどね。マジで？そうだね。遊びザルが。あ、あそこ3匹いる。捕まえ、うわあ。なになに、あ、今だ、今だ。
とりあえず目先の恐竜だ。 T-Rex がやばい大丈夫死んでまう大丈夫か今完全にやばいね。死ぬ瞬間の走馬灯みたいなジャケットが奥にあるよ。あどこでジャケット。とりあえずジャケット。やっぱみんな死ぬんだね。死ぬからジャケット。どこ行った。もう一匹いた。いた。結構遠く絶対このエリアからは逃げない。どうだろう。可動域見えない壁が。速いな足が。これ使うしかないな。俺が一番苦手なやつおお。体当たりうまくやっている。お、落ち着きそう。そう、もともとこいつこのタイプはね。あー当たっちゃったらダメなんだ。これ当たったらクラッカー砕けるもんね。うんクラッカー。はい、ミヤ。ミヤでーす。ミヤでーす。いけ。なんでや。よし逃げろ。帰ろ。気をつけてティラノサウルス。あれここってこっちはあれだ。ジャケットあったとこ。逃げろ。入ってくんの。入ってこないよ。紳士だから。紳士だな。紳士ザウルスだから。ここは入っちゃダメなんだ。いけないいけない。こっちはいけない。いけないね。あれ今のとこティラノしか道なかった。左側。そうだね。左側取った。あ、右だ。右じゃん。ドッグッズドッグッズドッグッズ。はい切り替えた。さあさあ、ジャックと豆の木が。いやこれ結構きついね。抜き足差し足忍び足。そんなに落ちても大丈夫。口開いちゃうわ。みや、ゆだれゆだれ。こないださ、うん、寝る瞬間よだれ垂らしててさ、うん、本当によだれ垂るんだな。垂るんだなって思いました。よだれ垂る。よだれ垂るんです。いぃーっと。あ、いるいるいる。いいね。スニーキングしたね、今ね。これは取らない。後に取っとこう。お、タオル。お、お、タオル。タオル。お、お風呂。今股の間をレオサルの掃除してた。入ってないじゃん、お湯。入ってないね。じゃああいつら何やってた。ええ。恐怖。いやー、あ、そっち側だね。こっちだな。なんで？あ、いい。あ。これあ、ダブルクリッカーの。いや、あ、これも取っといて。いやーきついっすね。結構早い。あん、あ、重。おお、重。ダブルクリックで応用させてくるね、だんだん。火つかない？サルはいない。音楽はもうラストダンジョンの音楽なんだよ。確かに働かされてたしね、恐竜恐竜たち。あ、イソーサル。いる、ね、あ、いる。あべ、間違えた。やばい、見えない。あ、しくったな。どっか行った。あ、向こう行くんだ。そんな狭いところに行っちゃう。うわ、あんな向こう行くんだ。めっちゃ奥行くね。こいつの可動域は広いぞ。移動。いいね。はい、あと4匹。サル、チビサルコ、デカサルコもいるってことか。そういうこともな。テレビじゃないじゃん。このテレビ何も映ってない。じゃああいつら何を見て。危ない。サイコ。うわー、打ち返せないんだよな。生えてくる骨な。生えてくる骨。はい、生えてくる骨。はい、こういうこと言うな。はい、生えてくる骨。投げてくる骨。やばいやばい。危ない。これ何、下に降りちゃっていい。単純に下に後悔しない。ああ大丈夫だ、戻れる。まあ、こんな状況でも笑ってるなんて。かけるくん、お前戦闘強だな。バトル、バトルクレイジー。バトルクレイジー。バトルクレイジー。戦闘強だな。バトルクレイジーって、いや、ちゃちゃちゃ。バトルクレイジー。バトルクレイジー。バトルドームの言い方。バトルクレイジー。
上の登れる、戻れるじゃん。戻れないよ、戻れるけど。あの聖地で戻れる。そうそうそう、多分ね。本当だ。戻る意味ある？いや、多分、まあ、猿を捕まえ、逃しちゃった時。帰りね。やっぱね、17分の15必要だから。結構ね。で、1匹も逃してるから。遅かった。そう、17分の15の1匹。あ、戻ってきたとして。違うわ。違うか。初めて見るわ。違うね。いいぞ。打てば当たる。あ、今いったね。結構ね、ざっくりでもいけるね。いいね。ほら、いた。あ、ほんとだ。ほんとだ。ピラニーヤンが。貴重な一匹が。やべ、バレた。あ、火入ってきそう。遠い。やばいな、これ。俺は今、水を浴びたから。見えてる？見えてない。違うの？関係ないんじゃない？あ、違うんです。違うんです。バカ野郎！方向が合ってない。やばいや。お、いいぞ。やっぱ合ってたんだ。やばいな。0.5 ビスケット。あの豚を。あ、やべえな。投げてくるタイプ豚。確実に。やっぱちょっとざっくりすぎた。いえ。やばいな。それ豚だもん。豚は豚だもん。あれ、これなんかありそうでない？なりさし。あ、左ね。こっちに行くのね。なるほど。あー、連れ去られてるね。連れ去られた。ロウソクが持ってる猿一匹。ロウソクな、嫌いなんだよな。ここでもう落としちゃうか。もうね、見えない判定があるんだよ。木にね。そう、木の。ここピラニーヤンがいないね。とりあえずあのブー小豚を小豚あ、豚骨豚骨あ、帰ってきた出てきたその後で なんだあれ、鉄砲よりも強い感じだね。あ、しかもロウソクもグレネードみたいな。え、ちょっと、いいぞ。あと2匹、逃げよう逃げよう。オーデンサル、ちょ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 、あのロウソク菌が、ロウソク菌が怖い。で、あとどこだ？レーダー使うしかない。行ってないとこある。そうだね、レーダーを使うか。レーダーレーダーレーこっち？別のエリアかな？多分。じゃあ帰るか。バシャンバシャンバシャン。あまり皮を汚さないで。汚れてないよ。大丈夫だよーっていい。雨降ってんな。雨降ってんじゃないよ。滝だよ。ここピラニーヤンいない。滝初めて、初めてだな、ここは。あ、戻ってきたのかな、最初のところ。戻ってきたよ。あいつ、ダメージ判定ない。ネッシーに乗る必要があるんじゃない。ネッシー。今後、メタルマリオみたいに。これでレーダー使えばいいんじゃない。ちょっとね、怖いな。怖いな、怖いな。当たんねえのかよ。逃げるんならそれでいい。あ、待って、なんかある、ね、バナナの匂いで、あ、あれか、引き寄せられるタイプ、引き寄せるやつ。おい、こいつの背中乗ってやるんじゃない。そうだな、そういうタイプね。よし、俺もこっちから登ってやる。しかも目を、しかも一発でな。すごい目めっちゃアタックしてたね、今。温厚だから。なんだっけこれ、回るんだっけ。そうそう、よし、これでいい。帰ってきてくれ。これだ。
で、こうするとバナナ臭がすごい来た。今だ、盲目のあいつを捕まえるんだ。あと1匹だ。あと1匹、あと1匹。これこそレーダーでしょう。はい、ゴロさん。お、すぐ近くにいる。サルカメラ、 あそこにいる。あ、いるね。あ、やっぱりネスコのネッシーだ。ネスコのネッシーか。サルコのサッシー。うん。え？え？あまり汚さないで。あ、よかった。海を。見ちゃうやん。微妙に食い込んでる。埋まってるな。この。これ頭まで行く必要ある。あ、頭だな。揺れるからな。頼む。よし、うまい。サルコポーロ。よかったよかった。サルコポーロ、冒険者だったな。次。はい。次。次のステージ。捕まえたサルコポーロ。これ捕まえたな。お、もう。うわ、やっつけてか。レッドじゃん。レッドだ。